昔々、一人の子供がおりました。子供にとって世の中は不思議なことばかり。どうして、なぜ、どうやって。一つの謎が解ければ二つの謎が生まれます。二つの謎が解ければ四つの謎が生まれます。四つの謎が解ければ数えきれない謎が。いつしか子供は謎に飲み込まれてしまいました。呼んでいるこれ、さあ目を覚まして、泣き顔ぬくうて、眩しい光、木々のうつゆ生まれる。誰も知らない秘密の水辺で、踊れ命のパチと、今日も夢見てる。それは優しく激しい流れ目、どこまで続くレベルス。私は行こう、握りしめる夢。やめて、お願いだから来ないで。チュチュ、違うの、苦しめるつもりじゃないの。嬉しいとか好きとか、いろいろな気持ちがわからないって、かわいそうだって思ったから。だからアヒル、先行くよ。急がないと、また見習いアヒルに逆戻るよ。わかった。ミュートあの日からずっと休んでる。さあ戻りなさい、ミュートのところへ。何が怖い？プリンセスチュチュが怖いんだ。私のせいだ。ミュートのやつ、もう休んで1週間になるぜ。パキヤもだよ。何考えてんだあいつら。ま、ミュートはいつも何考えてるかわかんないやつだけどな。先日のエレキ座の眠りの森の美女についてのレポートは皆さん良い成績でしたよ。とりわけルーさん、素晴らしい洞察力です。さすがですね。ありがとうございます。それからこれはアヒルさんのレポートですね。よかったです。終わり。素晴らしい簡潔さです。さすがですね。ありがとうございます。褒めてません。そうですか。こんなことだとまた見習いクラスに落ちてもらうか。私と結婚。いいですよ。嘘。いいって、見習いクラスに落ちることがですか。それとも大変すごい熱だ。それにすごい鳥肌。医務室行かなきゃ。失礼します。お待ちなさい。もし私と結婚したいのなら、放課後に会いましょう。ピザ屋で待って。どう
したの？ここんとこ元気ないけど。アヒルがそんなだと切なくなっちゃうわ。どんなことがあってもすぐに忘れて元気になれるのがアヒルのいいとこよ。そうそう、鳥並みにね。まあ、どうしたの？しっかりして。あんたのせいでしょ。嘘。なんていうか、わからなくなっちゃって。あ、何が？心配ないわ。お勉強なら前から何にもわかってなかったでしょ。そうじゃなくて、私が何をしたいのかとか、とにかく何もかも。ああ、なんだか重症だわ。もしかしてミュート様がずっとお休みのせい？やっぱり。そんな時はさ、なぜなぜ橋に行ってみたら。なぜなぜ橋？なぜなぜ橋知らない？北の側にかかっている古い橋よ。その橋の上で自分の心の迷いを話すと、どこからともなく、どうして、なんでって声がするんだって。怖い話。怖くないわ。いろいろと聞かれて答えてるうちに気持ちの整理がつくのよ。なんでそんな怖く言うの？でもね、それだけじゃないのよ。そうよ、質問に答えられないとね。川に取り込まれてしまうのよ。なんちゃってね。そんな言い伝えがあるの。大昔の話よ。え、じゃあ今は？そうね、今はそんなことはないんじゃないの？ないんだったら普通に言ってよ。でも本当に声を聞いたっていう人も結構いるのよ。ものは試しって言うから行ってみたら？うん、そうだね。それでこそアヒル。それじゃあ気をつけてね。怖くない、怖くない。私がどうすればいいのか確かめるだけ。確かめてどうするの？なぞなぞ橋によ。なぜなぜ橋よ。ああ、そうそう、ルーちゃんでも迷ったりすることあるの？ミュートのこと？そのつもりだったけどやめたわ。そう、きっともうすぐ学校に出てくるよ。どうしてそう思うの？あ、なんとなく。ごめんね、適当なこと言って。じゃあね。あ、うん。あの、ルーちゃん、ルーちゃんはミュートに心がないってこと知ってるんでしょ？